はいえー、今回は、えー、注目だった一局、依、えーえー、田のリモート九段対大西竜平四段の5、えー、を紹介したいと思います。ではい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はいまあ、この碁はあれです、ね、珍しく NHK 杯は、まあ、終局まで、えー、並べ直ししましたのでね、まあ、ある程度解説は、ね、されてたんですけど。 まあしてないところなどをねできたらいいなと思いますそうですねここでまあ多いのはね付け二段ってはい言われていましたよねはいでまあこういうような進行がえまあ多いんですけどねまあ覗いてからこうやるような感じでしょうかはいまあ今回はあえてね滑ってはい見ましたね 飛びがね、まあ、ちょっと珍しくて、まあ、普通はこうやるところですね。はい。まあこれも全然考えられると思うんですけど、こうやってね、ちょうど視聴あたりがこう打てますし、うん、これはこれで考えられる進行かなと思います。まあこういうような。はい。まああと、こうやってやるのもありますね。 これでここの切りとこの三々を見合いにするという打ち方です。はい、これも立派な、はい、手ですね。はいうんまあ、普通はこう詰めですね。はいまあ、こういうような進行ですね。うん。はい。まあ実戦はあ,のあえて詰め、はい、て。 そうですねこの辺りがねだからどうやってねやっていくのか何か何にもしないでねここに打っちゃうこことかに打っちゃうとかうんそうですねなんか単に飛んでおくとか。 まあそうですね。まあなんか実戦はこっちからの方向が正しいのかねちょっとわかんない微妙なところですよね。こうやってねここ頑張られてしまいましたんでねこちらで。うん。そうですねこうやってここ頑張られて。 でこうやって打つとまあ、こうでしょうか、うん、こうやって追い出して、うん、打つ進行の方がなんか楽しみがあったでしょうかね、うん、実戦のようにここがねこうやって2目取れる形ありますのでそんなに薄くないですからねここは。 実際覗いたんですけどねまあぶつかられてしまいまして下がってのこうやってこれでねここでもう完全に収まってしまったのでちょっとうんちょっとなんか空ぶってる感じがしましたね黒がねここでうんまあ一応ね大場に打ったんですけどまあ一応こうやって。 あの覗きを決めておくっていうのも一つの,あのテクニックではある,あるんですけどはいまあちょっとねこうなんか頑張るのもちょっとしんどいなんか嫌ですからねまあ大体こうなるかなと思いますんで今ならつなぎかなとまあなんかこういうところ石が来た時にね多少寄せてる感じがありますんで、うん、こういうのもあるんですけどね実戦は打たなかったですね そうですね、押しが手厚い1着ですね、うん、はい、押、まあ、してても十分という、うん、形成判断ですね、明るい、明るい打ち方ですね、どうしてもなんか大場ね、に先行した,したくなっちゃうんですけど、まあ、押しとかね、押しとかが効いてすると、まあ、中央、ここの厚みの関係が違うということで、 実践はうん、うん、これで打ちましたね、うん、まあこれと取られてもうん、まあ、十分計算が立つと本んはねここ厚みがありますんでねあの堂々と打ち込んでいってもうんいいかなと思いますけどね 開かれても例えばまあこの場合まあどうしようかねまあ仮に飛んでおいてもうんあのー、これでも十分あの打てると思いますねこういうのい結構いつまでたってもこういうなんか一着もう一着ぐらい入れないとちょっと心配ですよね、うん、で今度はこちらに打ち込んでまあ 荒らし合いになるんですけどこうやって局面を動かしていくのも有効ですね、はいうん、まあちょっとね変わった受け,受けですけどねこれはまあ頑張った手なんですよねまあこうとか何かこうとか隅を頑張ってうん 打ちたい感じもあったんですけどね、うん、上をつけて様子を見るとかこういうのをねこうやって取ってくれたら何かねこういうところもこうやって聞くのでなんかねこう頑張ってる感じもしますからうんまあ今なら引きぐらいかもしれませんね あのこういう打ち方はねちょっと半端です半端でこうつけも残りますし隅から三々もありますのでちょっと打ちにくい手なのでねこうやって隅で頑張ってうんまあこれならねなんか帽子ぐらいしてこれはこう桂馬待って待ってますんでまあ例えばですけどねこういうような感じでうん。 だったら、まあこう桂馬打ちますかうんこう跳ね出しを見,見ながらみたいなねっこ,こういうような感じで頑張ってうん打ってもよかったかもしれませんねなんかもう一もう一工夫あってもよかったかもしれないです、うん、そうですねまあつけてまあ 嵐に行くっていうのもありそうですけどねこうやったらこう隅で生きると。うんまあ、おそらく隅から頑張るんでしょうけどねこうなって、うん。まあこういうのもあったのかなと。 はい、まあそうですねうん、うん、ここら辺ねちょっとうまくやられてしまいましたね、うん、もしかしたらまあ受けぐらいだったのかもしれませんかねうんいやいうんまあ 露骨ですけどこういう手はうんちょっとないですかねちょっとね気持ち悪い打ち方ですからねうんかねこうとか全部なんか頑張ってこういうなら こうでぎってしまいまますしまあわかんないですけどねうんここはこう跳ねたんですけど切られてうんこ普通にやるのはこう上から聞かされてこう打たれてしまいますんでこれはダメですから実戦こうやってやった やりました、ね、うんこれね先手でね先手でしのがれたというかうまくさばかれてしまったのでうんこれはあんまり良くなかったでしょうねまだ引きだったんじゃないでしょうかねこれうん、うん、ここは 取ったんですけどここを出るわけにもいかないですからねどうせここを覗きでどうせの,のきで打つような碁になると思いますので、うん、こう抜かれてしまってね実利が、えー、損ですから、うん、この辺りではこうね付け2段これぴったりでね、うん このように収まってしまってはねどうもうんこみ出すのは大変そうですねうんまあこれもね十分堅い手ですからねまあ、このぐらい頑張ってもねうん打てそうな感じがあるんですけど、うん、まあ、これにはまあ受けといてもいいですし、うん、まあ この1のコスミね、大体4と受ける相場になる,今な,るなるぐらいですから、そうすればこ,こういうとこ取ってで、ね、も,もっと差が開けたはずですからね、実際もう受けてて十分ということで、何もし,しない体勢ですね。はい <laughs>、うん、そうですねままあまだ こうでってる方がまだ勝負になった可能性がありますかねうん一応まだ中央がどれぐらい地になるかわからないのでうんまあこれでも白いいんでしょうけどね多分ねうんここも荒れますからね そうですねあとはそうですね特にまあ、黒もね増えるとこがあんまないですからねツケ、うん、などねすごく手筋がいいですよねはいまあ、最後はこう投げ場を求めた感じではいこうやって取られに行きましたけどねはいそうですねこれで取りようとなりましたねうん大西 3としてはちょっと不本意な内容で、うん、あまり、えー、いいところがいいねちょっとパフォーマンス出せなかったような一曲となってしまいましたかねはいまあ残念でしたがまあね次に生かして、えー、頑張ってほしいですねはい、えー、じゃあこの後は、えー、これで終わりにしたいと思いますはい、えー、ブログの方でも、えー、たまには、えー、たまに、えーまあ、記事を書いてますんで ぜひ見てください。はい。じゃあ、これで終わりにしたいと思います。はい。失礼します。